市民の皆さん、明けましておめでとうございます。平素は前原市政各派にわたりましてご理解とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。昨年は新型コロナウイルスの影響により、その対策に追われた1年でありました。 WHO 世界保健機構は、この新型コロナウイルス感染症がパンデミック、世界的大流行として感染拡大しているとの認識を示しました。その収束の兆しは見えておりません。前原市では市独自の市民の暮らし緊急対策として、小規模事業者、個人事業主の皆さんへの事業継続の支援や、子育て世帯、高齢者、そして障害のある方々への支援金の支給、医療現場での予防対策、さらには抗体検査補助やインフルエンザの流行抑制対策など、総額で50億4000万円、うち市独自事業としては7億5500万円の予算を計上しました。市民の皆さんに直接給付、支援をお届けしてきたところであります。国の緊急経済対策、全国民一律10万円の特別定額給付金をお届けするために、前原市では特別対策室を設けました。県内でもいち早く支払い事務を開始しました。その迅速な処理は国や県内でも高く評価をいただきました。また商工会との連携によりまして、食事券と買い物券を合わせた前原応援クーポン券を全校配布いたしまして、自粛ムードの中で市内の飲食店等での消費を促し、事業者、市民の皆さんともに喜んでいただくことができました。そして市内の事業所や関係団体の皆さんからは、新型コロナ対策に対して必要なマスクや消毒剤など多くのご寄付をいただきました。学校や介護の現場をはじめ、各世帯にも自治会を通しましてマスクを配布するなど有効活用をさせていただきました。温かいご支援に心から感謝をいたします。本当にありがとうございました。前原市内の民間各事業者、そして団体の皆さんと市民が一体となって、このコロナ禍の危機を乗り越えようという思いが、物品のご寄付、そして提供の行動、形になったことが何より素晴らしいと思います。一方、昨年は台風の本土上陸がない年でありました。しかし地球規模の温暖化は、最近では雨の降り方が局地化、集中化、さらに激甚化しています。異常気象によります風水害、自然災害はもはや国内では常態化しています。決してよそごとではありません。前原市では災害時の電源確保のために電気自動車を導入したほか、コロナ禍における避難所での感染防止対策を想定して、従来の方式とは異なる避難行動、分散避難、3密を避ける受付手順や課題発見の総合防災訓練を実施しました。想定外を想定するという困難はございますが、地域の災害対応力と乗り越える力、これをより一層強化してまいりたいと思います。嬉しい話題もいくつかございました。スポーツに関しましては、国内ホッケーの最高峰、日本ホッケーリーグに参戦する男子のクラブチーム、ブルースティックス滋賀が誕生いたしました。前原市出身の選手も多く、今後このチームが滋賀県のシンボリックな存在となって、地域活性化の好循環を生み出すことを大いに期待をしています。また2018年に読売ジャイアンツから指名を受け、プロ野球選手となった前原市出身の横川海選手に続いて、前原市出身で近江高校野球部3年の土田龍久選手が中日ドラゴンズからプロ野球のドラフト会議で指名を受けました。横川選手については、入団2年目でプロ初登板を果たしています。ぜひ近い将来、前原市出身のこの2人の対決見られることを心待ちにしています。バンバ塾においては、前原市出身の彫刻家泉助幸の成果を回収した記念館バンバ資料館がオープンいたしました。11月には来館者500人を達成しています。また高皿においては、築150年を超える古民家を改修して、地域の暮らしや文化を体験できる宿泊施設ソヨモがオープンいたしました。前原市商工会と連携して、前原地酒プロジェクトの取り組み、
米原市の地酒花の息吹の誕生が待たれます。また米原のふるさと納税の取り組みや返礼品の魅力などを紹介するウェブサイトふるさと米原を民間市民団体と共同制作しました。市民の皆さんと共に地域の魅力そして素晴らしさを伝え引き続き米原の魅力全国に発信してまいりたいと思います。そして米原新時代に向けた動きの準備が進みました。米原市の新しい観光まちづくり組織一般社団法人琵琶湖の元 DMO が設立し米原東口には降りて米原の実店舗であります降りてコンセが11月にオープンしました。また米原駅東口周辺まちづくり事業も民間主導により進んでいます。12月には長浜市、彦根市、そして高島市との連携によります米原駅広域観光交流圏コンソーシアム共同事業体を設立しました。米原市が近畿と東海北陸の広域都市圏に重なり隣接し県内唯一の新幹線駅を有しながら首都圏とダイレクトにつながる優位な地理的交通アクセス条件を活用しきれていない状況が今大きく変わる時期を迎えようとしています。駅ターミナルはそれ単体では機能しません。駅前につながる市街地に賑わいが備わってこそ人々が行き交い駅機能が発揮されていくものです。米原市は何もない駅の街と言われてきましたがいよいよ湖北、湖東、そして湖西、さらに滋賀の広域観光拠点、玄関都市機能を発揮する時代を迎えました。そして今年です。この5月には米原駅東口に市役所統合庁舎が開庁します。市役所は市民の皆さんが暮らす地域に最も身近で、市民や地域の思いや願い、そして希望を実現するその現場に立つ最前線となる組織、職員集団の存在です。市役所の装いが新しく美しくなった以上に市役所職員の意識も仕事への熱量も新しく熱いものになることを期待しています。基本は変わりません。米原市は市民の生命と健康そして安全を守ることを最優先にポストコロナ社会を見据えた新たな市民生活への支援に取り組み新時代にふさわしい姿勢を進めてまいります。まずはポストコロナ社会を見据えた取り組みです。新型コロナウイルスの感染が拡大しないよう新しい生活様式を定着させ市民の日常生活と社会経済活動が両立する新たな日常を支える基盤づくりが急がれています。市民が暮らす地域も家庭も様変わりしています。地域の高齢化人口減少は地域の市民力も自治の力も弱くしています。一例ですが、コロナ禍での外出の自粛、人々の孤立化は、弱いところはさらに弱くなり、家庭内の虐待やドメスティックバイオレンス、引きこもりなどの増加が懸念されています。ここは個人や家族に求めるだけでなく、公の支援、支えの工夫、システム作りが必要だと思っています。子育て世帯をはじめ、高齢者、障害のある方など様々な困難に直面している市民や団体を支援する頼れる地域、支える地域が存在する地域共生社会の実現に向けて出会いや生きがい、やりがいが持てる居場所や通いの場を作る取り組み、さらに進めてまいります。私は今ここに注目しています。それは感染拡大の局面でテレワーク、オンライン化の中で従来の働き方、行動様式に変化が生まれているという状況です。都市住民の通勤を要しない職場、在宅で仕事ができるという意識や行動の変化が健康志向や家族、子育て環境の条件選択に地方でも田舎でもということから地方こそ田舎こそへと価値観が動いています。私たち地方の自治体は地方創生で、地方だから山間地だからこその自信も誇りも備えて地方移住、移転、そして定住を進めてきました。まさに好機到来であります。しかも我が米原市、その交通アクセス、都市との時間距離は格別優位な位置にございます。市内の空き家、空き地、空き事務所、さらには空き工場といった資源を
優れたセールス条件で自然豊かな環境と子育て支援施策を備えた前原市の強みを生かしながら新しいライフスタイルや働き方を提案し、関係人口の創出や移住定住の促進につなげてまいりたいと思います。今年は引き続き新型コロナウイルス感染症の対応を最優先しながら、着実に市民の皆さんの期待に応えられる姿勢で町の将来像、共につながり共に作る住みよさ実感前原市、これの実現に向けまして市民の皆さんと共に歩みを進めてまいります。より一層のご支援とご協力をお願い申し上げ、本年が皆さんにとりまして幸大きい1年となりますことを心から祈念を申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。市民の皆さん、明けましておめでとうございます。市民アナウンサーの西川です。この時間は市議会の議場から松宮信行議長と矢野邦明副議長に新年のご挨拶とお話を伺います。よろしくお願いいたします。市民の皆さん、明けましておめでとうございます。議長の松宮信行でございます。市民の皆様におかれましては、輝かしい新春をお健やかにお迎えのことと心からお喜びを申し上げます。昨年11月に議長に就任し2ヶ月が経過しました。新しい年を迎え、改めてその職責の重さを痛感しております。皆様の信頼と期待に応えられるよう議長の職務を全うしていく決意でございます。明けましておめでとうございます。副議長の矢野邦明でございます。松宮議長とともに市民の皆様方により身近な機会となりますよう努力してまいります。よろしくお願い申し上げます。それでは議長、副議長、よろしくお願いいたします。はじめに昨年を振り返っていただきたいと思います。昨年といえば、世界的に新型コロナウイルス感染症が拡大しました。米原市においても市民生活に大きな変化がありましたが、市議会の運営に影響はあったのでしょうか。はい、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、どのように議会運営を進めるべきか、議会運営委員会を中心に議論を進めてまいりました。市民生活に負担が強いられる中、スピード感を持ちつつ執行部から提出される議案等を適切に精査する必要があり、議会に大きな責任がのしかかりました。具体的にどのようなことをされたのでしょうか。はい、まず新型コロナウイルス感染症の拡大に早期に対応していくため、令和2年5月初めに臨時会を開催いたしました。臨時会では時間短縮のため委員会の開催方法を工夫し、新型コロナウイルス感染症対策に関する議案を採決いたしました。また定例会の一般質問では、執行部の負担軽減や3密を避けるため議員の質問時間を努力目標として30分から20分に減らしたり、会派ごとに質問者を絞り込むことで会議時間の短縮を図ってまいりました。その他にも全国市議会議長会の呼びかけに応じて、国に新型コロナウイルス感染症に対する財政的支援を求める意見書を提出しました。また一定期間議員報酬の削減を行い、困難な状況にある市民の皆様に寄り添い、新型コロナウイルス感染症という難局を乗り切る覚悟を
共通認識し、決意を新たにしました。ゴールが見えない中、執行部と議会が両輪になって新型コロナウイルス感染症対策を実施しています。新型コロナウイルス感染症流行下では、市民に不要不急の外出を控えるよう通達がありました。議会と市民が関わる機会も減ってしまったのではないでしょうか。はい、議会が市民と関わる上で重要な事項の一つが、本会議や委員会などの傍聴だと考えております。前原市議会では、市民に開かれた議会を目指し、積極的に傍聴を受け続けています。新型コロナウイルス禍の中で傍聴を許可することに心配の声も上がりましたが、市民に対しての情報公開を第一と考え、傍聴を継続することとなりました。また、傍聴者の方が不安を抱かないよう、アルコール消毒の設置や座席の間隔を空けるなどして、コロナ禍においても安心して議会を傍聴できるようにいたしました。さらに、イブケマテレビの議会生中継や公式ウェブサイトで録画映像をご覧いただくこともでき、議会から市民へ積極的に情報を発信しています。そのような対策をしているんですね。市民の方も安心して傍聴することができますね。はい、コロナ禍で市民の皆様の直接の声を聞くイベントや会議が縮小される中、議会から市民への情報発信の一つとして議会だよりの発行が有効な方法と思っています。議会だよりはおおむね各定例会の翌月に発行を行っており、議会だよりを読んでいただくことで議場に行かずとも審議を理解できるよう、発行ごとに工夫を重ね、市民に分かりやすい紙面作りに取り組んでいます。毎号興味深く拝見しております。次号の発行が楽しみです。ありがとうございます。さらに昨年は若い世代を含め幅広い世代に議会を身近に感じていただくため、地元高校生の部活動の様子を表紙に採用しました。今年度も多くの市民の皆様に議会だよりを手に取っていただけるよう、議会だより編集委員会を中心に身近な広報誌を目指していきたいと思います。新型コロナウイルス感染症が拡大する中、本市議会の議会改革は新たな段階を迎えています。平成29年に策定された議会改革実施計画に基づき、具体的な取り組みを進めているところですが、本計画は4年間を計画期間としていまして、昨年から計画4年目に入り、今年の5月頃から4年間の実施計画に対する評価を行う予定となっております。コロナ禍の中で工夫を凝らした改革が必要だと考えております。具体的な取り組み内容としては、先ほどお話した議会だよりの刷新のほか、各種団体との意見交換会や子ども議会を開催しています。さらにペーパーレス化や議員活動のネットワーク化の側面から、議会の ICT 化にも積極的に取り組んでいます。もう少し内容を詳しくお話しいただけますか。はい、市民の皆様のご意見を伺い、市政に反映させることが議員の役割として最も重要と思い、意見交換会に力を入れています。意見交換会では、市内で活動いただく団体の皆様と膝をつけ合わせて生の声をお聞きし、いただいた意見についてはその解決に向けて委員会や議員全員で議論をしたりして、議会活動に反映されています。市政に対して意見があっても、それをどう伝えたらいいのか、
またどこに相談していいのかわからない市民が多いと思いますので、意見交換会をもっと PR していただけると良いと思います。そうですね、議会から市民の皆様にもっと寄り添える機会を増やすために、意見交換会を積極的に行いたいと思っています。しかしながら参加者が少ない状況です。新型コロナウイルス下の中においても、市民の意見をお伺いすることは大変重要なため、今後は少人数での開催や ICT を活用することを模索していきたいと考えています。議会では ICT 化を積極的に進めており、一昨年、議員全員にタブレット端末を配備し、議会運営に活用しています。昨年は全議員でウェブ会議システムズームの運用テストを行っており、今後の会議で利用していきたいと考えています。その他、昨年は前原市議会基本条例に基づき、前原市議会議員の議員報酬等の在り方に関する審議会を設置いたしました。審議会が出された答申書を今後の議会改革に役立てていきたいと思います。市議会の活性化につながりそうですね。はい、前原市議会議員の議員報酬等の在り方に関する審議会では、有識者や市民の代表がメンバーとなり、現在の前原市に適した議員の報酬定数や政務活動費について議論をいただきました。市民の意見が議会改革に反映されるのですね。はい、市民に開かれた議会を目指し、議員だけで決定するのではなく、多様な視点からご意見をいただくことができました。地方議会には二元代表制の一翼として、その持てる機能を十分に発揮し、市民の皆様の思いを汲みながら、市政の重要事項の審議及び評価をする役割が求められております。その機能を高めていくために、議会改革の推進は必要不可欠であると考えています。今後の取り組みについても交えてお話しいただきました。では今年の議会ではどのようなことが議論の中心になってくるのでしょうか。はい、長引くコロナ禍の中で、市民一人一人の不安や厳しい状況に親身に寄り添い、支援をさらに拡充していく必要があります。また昨年は前原観光協会に代わる新たな組織である一般社団法人琵琶湖の元DMO が設立され、前原市の観光行政が発展していくことを期待しております。その他にも、子育て支援や時代を担う子どもたちの教育施策もさらなる議論が必要です。国のギガスクール構想が進む中、 ICT 化を円滑に推進していく必要があります。また統合庁舎の完成が間近に迫っており、庁舎統合に伴う新組織体制への改変が予定されています。統合庁舎横の前原駅東口のまちづくりについても進展が図れると期待しています。最後に議長、副議長、今年の抱負をお聞かせください。今年は議員任期の最終年にあたり、残り限られた時間の中で、子育て支援や定住促進といった人口減少対策、前原駅東口まちづくり事業の促進のほか、ポストコロナ時代を見据えた新たな市民生活の確立など、前原市が掲げる多くの問題に真摯に取り組んでいきたいと思います。また議員一人一人の力も大切ですが、議会が一丸となって議会改革に取り組み、
市民生活、福祉の向上、市政の発展という議会の使命と責任を果たす一年にしたいと思います。本年の統合庁舎完成や東口まちづくり事業の推進により米原駅周辺に賑わいが生まれ、これが周辺に波及し市全域が豊かになることが市民が望まれている合併効果かと思います。そのためにはまず目前のコロナ禍や少子高齢化等の難題を乗り越え、いかに展望を開くかが問われています。このような時だからこそ議会は原点に立ち返り、議会とは多くの市民の意見を聞き議論する場としての再認識し、まずは徹底議論を行い、十分で確実なチェック機能や政策提案機能をさらに発揮すべきと考えます。このような一年になることを願っています。力強いお言葉をいただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。